今日はいつも結構いろんな質問来てるんですけど、まあ、たまにはちょっと真面目な質問とかも答えていこうかなって思うんですけど、脱毛やりたいんですけどどこから始めたらいいかちょっと分かんないっていう質問が結構来てました。そこで自分が考えたのは、脱毛始める人の人気の脱毛箇所ベスト5、これちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、今ちょっと考えてもらっていいんですけど、大体思い浮かびます？多分これだなみたいなやつ。じゃあ一旦その5位からちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ発表お願いします。ドーン。はい、5位は脇です。脇、はい、はい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 、脇っすね。確かに自分もなんか脇いらないなと思って脇脱毛したんですけど、はい、結構いいっすよね脇。結構いいっすよね。逆にでもなんで脇から始める人いるんですか？脇の汗の匂いとか、はい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 、気にする人とか。脇の脱毛って結構楽っすもんね、やってもらってて思うんですけど。痛くもないし、はい、効果も出やすいんで、はい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 、気軽に始めやすいっていうのを含めて5位ですね。脇結構安いイメージもありますもんね。そうですね、手頃に通えて楽だし、恥ずかしさもないですよね脇ぐらいだったら、はい、一番の脇脱毛のメリットって何なんですか？匂いですね。あ、匂い。いますか、やっぱ脇脱毛してない人で匂う人。もともと別に臭いとかじゃないけど、はい、汗かいて汗の匂いとか、ただそれが毛が吸って臭いみたいな。ああ、蒸れちゃって臭くなるみたいなことっすね。そのお客さんの中で脇脱毛したらその匂いなんかあんま気にならなくなりましたっていう人いるんですか実際に？多いです。多いですね。あ、多いんですね。はい。あ、それはする価値ありますね。あります。それは絶対したがいいですね。はい、だから人気なんですね、はい、じゃあ次4位。ドゥルルドゥン。はい、4位は足です。足、はい、足って言ったらすねとかそういうことですか？はい。え、それ足だったらやっぱ夏とかが人気なんじゃないですか？いや、そうですね、結構夏は足脱毛でご来店されるお客さん多いです、はい、やっぱ今からの時期からじゃあ増えてくるってことですか？そうですね、やっぱ夏だったら半ズボン履くからとか。あ、やっぱそうっすよね。足脱毛してよかったっていう声やっぱ多いですか？多いですね。川島さん的にやっぱ足のメリットって何なんですか？まず見た目がいい。あー、確かにね。見た目がいいです。濃ゆくならないですもんね。はい、はいはいはい、普通に剃ってたら毛穴がやっぱ見えるんで。あー、ポツポツ。だらしきもあるし、はい、はい、痒くなったりしません？昔自分も剃ってたんですけど、はい、そういうのもなくなると。そういうのもなくなります。清潔感も出ますよね。はい、それはもちろん。でもツルツルになります。ツルツルにね。はい、それ大事っすね。大事っすね。はい、だって女性の方とかベッドでこう一緒に寝たりとかするときに、あの、チクチクしちゃ嫌じゃないですか？めっちゃ嫌です。やっぱあります、そういう経験。あります、あります。あー、それ嫌っすよね。嫌です。じゃあもう絶対脱毛してほしいっすね。してほしいです。じゃあもう由美さんともしかしたらそういうことになる条件は、まあ、足脱毛は必須ということで。ですね。脇もっすか？ちなみに、まあ、接触する部分全部してほしいです。あー、じゃあもう全身必須だ。必須です。頭の毛の方も。頭はまあギリセーフでほしいですね。あー、ギリセーフですね。頭はあった方がいい。はい、あー、そういうことですね。じゃあ次3位行かせていただこうと思います。はい、ドゥルル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 ルじゃあその3つの部位で始めるとしたら、その1つの部位だけで始めるとしたらどこが人気ですか VIO で？断然 O ですね。ああ、やっぱ O なんですね。 O を始めた人のなんか気持ち的なとこって何なんですか？まあ、やっぱトイレ行った後に拭き取るとき、はい、絡まってるとか、はいはいはい、ああ、そういうことですね、はい、それ嫌っすよね。多いですね。はい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 。だからまあ O とかは清潔感が出ますよね。出ます。 VIO は清潔感と、あと一番のメリットなんすか、由美さん。一番のメリットはやっぱそういう行為の時。ああ、行為の時に、はい、まあでも相手にストレスなく、いや本当やっぱね、まあ密着度も上がったら感度が上がるとかも、まあ言うじゃないですか、はい、まあそういうところにつながってくるんで、まあ女性のことを思うならやったがいいかなって感じですよね。これ女性も一緒ですね。男性のことを思うなら上をしといたがいいかなって感じですよね。お二人ともちなみにまあまあまあ想像にお任せしますか。それはもちろんしてますよね多分。そうっすね。そうっすよね、はい、はいはいはい。じゃあ次2位で行かせていただこうと思います。はい、ドゥルルルドゥン。はい、全身です。全身脱毛。はい、やっぱ全身なんすね。全身ですね。やっぱ増えてきてます。増えてきてます。全身ってやっぱちょっと高いじゃないですか。
だから始めにくさもあると思うんですけど、それでもやっぱみんな全身がいいってことは、脱毛需要、メンズ脱毛の需要ってやっぱ上がってると思いますか？上がってますね、確実に。もう何年かしてるじゃないですか、お二人とも。はい、どうですか、なんかいきなり全身脱毛に始める人の割合って増えた感じあります？増えてますね。ああ、増えてますか。はい。一番増える時期とかってあるんですか？やっぱ夏前。ああ、やっぱ夏前ですね。まあ、毛剃ったりとか見えますもんね。やっぱ手の腕とかも全部どっちかというと肌を露出しやすいから、はい、女性もやっぱり夏とかは無駄毛とか意識しますもんね。気にしますね。そうっすよね。だからもう全身脱毛から始めるのも全然ありだよってことっすね、はい、ちなみにね、キャンペーン今やってますもんね、はい、キャンペーンやってます。そうっすよね。はい、全身がまあ大体多分自分調べた感じ、はい、一番安くても初回とか、はい、まあ1万とかそんぐらいなんですけど、そうなんですよ。そんぐらいですよね、全身。しかも VIO とかなしとか、はいはい、ヒゲなしとかで1万とかぐらいじゃないですか。はい、実際どうですか、こっちだったらキャンペーン価格で。実際メンズ脱毛社員だと、はい、5000円です。うわ、強っ、はい、強いっすね、5000円。はい、最強っすね。じゃあもう気楽に一旦お試しでも全然大丈夫なんで、そうですね、まあ、来てもらったらいいっすね。はい、お待ちしてます。じゃあラスト1位、多分もう皆さん頭に多分浮かんでるかなって思うんですけど、す、ね、多分それと一緒ですよね。じゃあいきます、1位お願いします。はい、ドゥルドゥン、ヒゲです。ヒゲ、まあこれ安定ですね。安定ですね。ヒゲはもうマストですよね。はい、お客さんの中でヒゲ逆にしない人とかっているんですか、脱毛来て。あ、たまに、たまに、ほんとたまに、うん、なんかワイルドがいいみたいな感じのやつなんですか。うん、なんかでもそういう人もこのほっぺたのひげとか、はいはいはい、脱毛するんで、顎だけ残す人とかはたまに。ああ、デザイン派ですか。そうです。あ、もう普通におしゃれとしてひげを楽しんでる人は残すけど、おしゃれで楽しんでる人も他の部分はいらない部分は脱毛するってことなんで、はい、まあ、実質全くしない人はいないってことですね。ですね。もう脱毛始めたらひげはもう確実にやっちゃうかなって感じですよね。なんかメリットあるんですか。メリットはやっぱ青ひげを気にしなくてよくなる、はいはい、青ひげ気にしなくてよくなる、はいはい、どう朝もう毎日ひげ剃りから解放されます。はいはい、それ楽っすね結構なんか朝のコンディションとか特に顎とかにニキビできた時とか、はいはい、なんか荒れてた時とかひげ剃るの大変じゃないですか。大変ですね。そうっすよね。なんかコロナの時は正直マスクでなんとかなってたっすけど、す、ね、今もうマスクあんまつける人の方が少なくなった時にやっぱひげって大事っすよね。大事ですね。そうっすよね。じゃあもうひげはもう確実にやった方がいいっすね、はい、確実にやった方がいいっす。キャンペーン一箇所無料できるんで、はい、これひげから、はい、ひげだけでとりあえず着てもいいし、まあ、さっきの2位の全身脱毛の、まあ、5000円初回でお試しでも全然いいと思いますね。はい、とりあえずもうどっちかで来てくれたら、はい、まあ、ゆみさんに会いに来るだけでもぶっちゃけいいっすよね、はい、いっぱい話せる、虜になっちゃいますよね、はい、でも全身で来た方が長い時間話せますね。そうです。全身どんぐらい？1時間半ぐらいは話せます。うわ、1時間半も話したら幸せですよ。それもう好きになっちゃうんじゃないですか。もう好きになってください。ありゃあそれは脱毛なのかユミなのかはいはいはい、すいませんすいません調子乗りましたはい、ってことで今日は人気脱毛のベスト5を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもいろんな質問をお待ちしてます。コメントとかでも質問入れてくれたらその質問に対して答えたいとかもあるんで、はい、まあ皆さん入れてもらえたらって感じですね。じゃあ今日のやつお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。